まあそれはまあ専門でやってるのではないので、僕らのところも例えば極端な話ですけども、まあ、1年かかっても2年かかってもいいからこう直してくださいっていうんだったら、はい、そうですね、もう全然お受けすることはできるんですけど、はいはい、そうです、そうですね、まあ、金額とかも分かんない、それはもう全然なので、まあ、本当にこうお金と時間がどんだけかかってもいいよっていう状態であれば、はい、お受けすることは一応しますので、はい、そうですね、はい、まあ、どうしてもいかんかったら、はい、またお声かけいただけたらと思いますので、はいはい、はい、失礼します。はい、どうした、迷える子羊を並ぶの、そこに電話切る前に話しかけんのですよ、よいよよいよ、ほんまに、よいよ、もう迷う、まあ、まあ、言えばもう多分もう、あれ何ですか、はいはい、迷える子羊に塩対応をしょるけん、ちょっと撮り始めたんやけど、そうやな、いきなり横が明るくなったけん、この人また撮影し始めた勝手にって思いながら、ほんまに、なんだ、またバイクの修理、そうっすね、まあ、定期的にバイクだけじゃないんですけど、かかってくるんですよ、お問い合わせの直せますか、はいはいはい、お電話が、え、今のは何が壊れた、今のはバイクですね、バイク、はいはいはい、バイクです、直してあげたらいいじゃないですか、諏訪さん、うん、ピアジオって知ってるフフじゃないわフフじゃないわ、ピアッチオって知ってる、ピアッチオって今言いましたか、ピアッチオって知ってますか、それはね、はい、あかんやつですわ、そうですね、ピアジオは、はい、まあ乗ったこともないし、はい、乗っとる人も見たことはないんやけど、はい、絶対買うたらいかん分や、いや、そんなことはないですよいやいや、それ買うんだったら、はい、ベスパとか買う、まあ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 、そうですね、うん、俺もあのオードリー・ヘプバーンを後ろに乗せたいところでございますよ、本当にピアジオだけはないな、うん、ピアジオね、いや、まあ一瞬何ぼかは触ったことあるんですよ、僕も、そうなん、はい、だから34周ねじくり返ったおじさんが買うやん、あれ、いやー、普通のねじくれたおじさんやったらそんな危ないものを買うなっていう、だけどあとはな、うちで言うとちょっと微妙になんか小金を持ってきたかなぐらいの、何も知らない子羊が飼って、うん、痛い目を見て、でそれがまたちょっと知っとるやつとかやったら、まあ無下にはできんけん、まあじゃあとりあえず聞いたるわって言って、はい、多少何台かは触ったことがある、結構部品がないよ、供給できる、 eBay から買ったよ俺その時eBay から買うん、 eBay から買ったよ俺は、うわ、その時今どうかは知らんで、当時は eBay で買いました、まあ、買いましたとか、当時は eBay でこれを買ってこいって言って買ってこさせました、正規代理店ってあるんかな、はい、あるんですかね、今ピアジオってどういう状態なんですか、ピアジオ、ピアジオ、ウィキペディアさん教えて、見てください、わお、ベスパ元グッズイ、アプリリア、アプリリアもな、ははー、ピアッチオ、もうあれや、まあ、あかん4連星やん、あかんブランドの集まりじゃないですかこれ、そんなことはない、おしゃ、おしゃ、持ってる方には申し訳ないけど、いや、おしゃおしゃおしゃ、どれもいかん分、いやいや、おしゃおしゃ、どれもやっていけんけん集まっとる、やめろやめろ、それ以上言うな、ほんまに、もう、でもあれですよ、イタリア、ピアッチオ&シースイスピエ全額出資日本法人、じゃあちゃんとしとるじゃないですか、へえ、そうっすね、じゃあ部品入るんじゃん、はい、っていうかここに電話して、うん、はい、サポートしてくれるバイク屋を教えてちょんまげって言ったらいいんじゃない、そうだと思うんですが、まあでもなんでうちが引っかかるんやろうな、あれえ動画が出てきたんじゃん、嘘マジでじゃああれや、ちょっとこの動画も作っとかないか、おいお前らって、って何でもかんでも直せると思うなよって言ってほんまに作っとかないかんすよ、ほんま、まあ、正直この辺やったらまずサービスマニュアルも手に入らなければ、はい、入らんすよ、部品やってパーツリストも怪しいもんやんな、はい、無理です、はい、
どうなるんですかこういう場合は。だから僕 前の時はそれこそみんなと同じよ多分。だから Google 検索して、うん、あの日本のチェック外して Google 検索かけて、はいはい、ほんなら外人さんがやっとるサイトとかいっぱい出てくるやん。でそれをもう一回こう右クリックして日本語に翻訳ってやりながらこう見ていって、ほうほうふむふむ多分こういうことかなって自分の中で噛み砕いて、はい、で噛み砕いてやってみていかんかってまた調べてみたいなとか、うーん、もうそんな繰り返しやでほんまに。それはね、はい、そうです、半分ですね。やなけん、そのディーラー検索、ディーラー検索あるやん、ほらベスパ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 、え、そう、いつもあれかピアチオに入っとん俺マジで。いやないっすね、ないっすね。何最寄りどこがあんの。徳島にありますよ。ああ、へえ、あーそこね、はいはいはい、そうですそうです、ありますけど、はい、いや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 、まあね、でも、はい、いや、まあまあ、でもまあそういうとこしか触らんよなっていう感じやな。まあ、うん、それはもう これまた多分、まあ、なかなかあの普通のところではちょっと、まあ、難しいんじゃないですか。そうですね、ね、そうだと思いますよ。そうなんですよ。でまあでもピアッチオ、まあ、今回ピアッチオでしたけど、まあ、それに限ったことではないんですよ、うん、別にね、極端な話もうそのいろんなメーカーの車も直すし、うん、バイクも直すし、うん、はいはい、まあ、それ以外のこともするよ、うん、でもな一つだけ忘れないでほしい、ちゃんと俺全部調べよるけ、うん、確かに。だって俺ここに座ってる時間長いけど、別にインターネットサーフィンしょるんじゃなくて、だいたいもうクソほどよくわからん調べ物しょるけどな、ほんまに。そうですね、はい、あのインターネットの広い海から整備情報を拾い出しとる、はい、そうよ。なんか逆に言うと俺多分まあまあインターネットの広い海から整備情報を拾い出して読み解く能力は激高いと思うよ、うん、ほんまにそうやな、誰か親切な整備士さんが載せてくれてるじゃん。そうそう、誰か親切な整備士さんとかで俺自分でもないけど、うん、俺のその能力高いなって思うところが、うん、あのなんていう、断片的なの例えば載せ方なんやってみんな、はいはいはい、例えば1から10までマニュアルみたいになることないけん、まあ、そらそうや、そう、それを見つけたりとか、うんうん、これは多分違うとか、うん、これは多分そうだろうっていう、はいはいはい、その切り分けを咀嚼する能力はマジで高いと思う、うん、そうそう、 DIY 力高い、 DIY 力っていうか、うん、そうやな、あの人の荒探しっていうわけじゃないけどああいうのは多分本当に、そうそう、そうなんです。おい猫、おいお前暴れるな、お前ぶっ倒したぞ椅子、椅子お前この野郎で、またそこで寝るほんまに、俺の携帯やめろやめろやめろほんまに、あ、そうなんですよ。そうですか、はい、なんでまあね、はい、何でもかんでも一応その車両で選ぶことはないですが、はい、もう物理的にというよりかはもうあの労力的に、はい、あの選べないことというか時間とお金は山盛りかかりますので、はい、もうそれでもどうしてもっていう方でしたらあのおっしゃっていただけたらとは思いますので、はい、はい、というわけで今日の猫動画はい、よるぞお前ほら今日の猫動画っつって、はい、今日の猫動画、はいはいはい、お手、はい、お手、はい、お手お手、はい、シャキーン、あ、これだ、でみんな噛むけん気をつけてんな、こいつ来た時は。そうですね、はいはい、ということで、はい、まあ、そんなお電話が入ってきましたよという連絡でございましたので、そうですね、まあ、怪しい会社は買うなよな、まあ、ちゃんとメンテナンスが、電話はメンテナンスというか、まあ、そこまで考えようねって感じ、本当そうですね、そう、はい、はい、まあ、ということで、はい、はい、またじゃあどこかでお会いできたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それではチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくですね。またバーイ。はい、本日のおすすめはこちらの SOD1 の方にあります。まあ、あのうちのチャンネルを見ていただいている方だったら皆さんご存知だとは思いますが、あらゆるオイルに使える万能添加剤でございます。添加剤といっても何かこう一つの能力を足すというよりかはオイルの基本的な能力を引き上げる、ワンランク上のオイルを入れたような感覚になるようなスーパー添加剤でございます。でまあですね、それにプラスしてこちらの SOD1 フューエルの方もございます。こちらを入れることによってさらに燃料の方からもあなたのエンジンを保護します。ぜひおすすめの添加剤ですのでお使いください。よろしくお願いします。